いらっしゃいませ。ありがとうございました。あのさ、手加減しないぜ。くそ。頑張れ。よし。礼します。キラッチョ。上級生の橋本くん。えっ、まさか。ちょっと、あなた話があるわよ。今の一体どういうこと？はっきりと言わないと。あなた、いや、これはあなた教師でしょ。ですね、一体子供にどんな教育をしてるの？早く良くなってよ。まだまだいっぱい教えてやるから。野球どうしたの、おじさん、その格好。実は今日から1週間くらい東京に行く。マジかよ。いいな、私も行きたい。そうだよ、一緒に連れてってよ。私も行きたい。みんなで行こうよ。聞いてくれ、旅行に行くわけじゃないんだ。どうしても東京に行ってやらなきゃならないことがあるんだ。俺が留守にする間、朝顔には新しい友達に来てもらうことにした。さきだ。訳あって話をすることができない。マジで？今さきのお父さんは怪我をして病院に入院している。だからしばらくの間うちで預かることにした。どうだ、お前たち、仲良くできるか？当たり前じゃん。ろしくね、さきちゃん。よろしくな。はじめまして。よろしくね。私、エリ。俺、太一って言うんだ。よろしくね。よろしくな。俺、三つおって言うんだ。俺、浩二って言うんだ。水木ちゃん、やったな。秋元くんたら。いや。水木ちゃん、水木ちゃん、水木ちゃん。おじさん。さん。あれは。あら。あ、危ない。竜様。リュージョンです。リュージョンです。リュー愛した。いつ見てもいいわ。今回ってたぞ。大丈夫なのか。ひらめいた。典型が来た。Bye.